長年乗ってるといろんなことが起きます。さあここ左折して、あぶあぶな、お母さん大丈夫ですか、大丈夫か、おいシートベルトしてないから吹っ飛んじゃった今のお母さん、あー怖っ、すごい今お母さんこんなんなってましたよ。今ね何があったかちょっとご説明しますね。ここを右折しようとしたんですよ。でちょっと九段のお母さんはねここの右側に寄りすぎて、まあ、私と正面衝突ですよ、あわや急ブレーキですよ。シートベルトつけてませんでしたね、座席から浮いてましたね。あれねほんと危ないですよ、あれゴツンってフロントガラスに頭ぶつじゃないですか、それだけで死ぬことはありますからね。いやー母さんシートベルトしなきゃ、あと安全にね右折してくださいね。どうかお母さんね安全運転で行っていただければなというふうに思います。まずシートベルトして右折は確実に安全に慎重にね、交差点中央付近を通って右折していくようにしてくださいね。ああいったショートカットは本当にね右直事故ですとか左折と右直の事故になるんで、どうかね右折慎重に、左折慎重に、交差点は慎重に運転してほしいと思います。もう交差点交通がね集中しますんで。いやそれにしても母さん良かったね、頭ぶたなくてね、あれほんと頭ボーンってぶって首の骨とか折ることだって十分あるんで、どうか安全運転で、皆さんねああいった場面あると思うんでシートベルトしっかりして安全運転で行ってください。